エドリードは、ルイジアナ州セントローズ出身のアメリカンフットボール、選手。2002年から2013年まで12シーズン、ボルチュモア・レイブンズなどでプレーした。ポジションは、フリーセーフティー。2010年1月、NFL2000 年代のオールディケードチームに選ばれた。プロボールに9回選出され2004年には、NFL 最優秀守備選手賞を受賞した。また2008年には、 NFL 記録となる107ヤードのインターセプトリターン TDE を挙げている。現在最も優れたセーフティの一人である。またリーグに加入以来、彼は相手チームの攻撃をフィルムスタディにより暗記するために学んでいることが知られている。第47回スーパーボールで優勝を味わった。ルイジアナ州デストレハンにある公立高校に進学した彼はディフェンシブバック。 キックリターナーとして、州のオールチームに選ばれるとともに、ニューオーリンズタイムズピケンから最優秀守備選手に選ばれた。3年時には83タックル、7インターセプト、3ファンブルフォース、12パスブロックを挙げるとともに、ランニングバック、クォーターバックとしても起用された。パントリターンでも 3td を挙げている。また、バスケットボール、野球、やり投げでも優れた成績を残した。 マイアミ大学に進学した彼は大学でも優れたディフェンス選手であることを証明し2001年チームは全米チャンピオンとなった。2000年2001年と彼はオールアメリカンに選抜され2001年には9インターセプトで209ヤードをリターンし 3td を上げた。2001年彼はフットボールニュースより全米最優秀守備選手に選ばれ ジムソープ賞の3人のファイナリスト、ブロンコ・ナグルスキー賞の12人のセミファイナリストに残った。大学時代に挙げた21インターセプト、インターセプトリターン389ヤード、5インターセプト TD はいずれも大学記録となった。また4年間のキャリアでパントブロックに4回成功している。やり投げでもビッグイーストカンファレンスのチャンピオンとなった。二千一年彼は リベラルアーツの学位を取得して大学を卒業した。彼はレジー・ウェインとルームメイトであった。大学卒業後、2002年の NFL ドラフト一巡目、全体24位でボルチモア・レイブンズに指名されて入団した。この年、彼は全試合に先発出場し85タックル、5インターセプトを挙げた。翌2003年には71タックル、 7インターセプトを挙げて、プロボールに初めて選ばれた。2004年、彼はリーグ最多の9インターセプトで、NFL 記録となる358ヤードをインターセプトリターンし、a a p 通信により、NFL 最優秀守備選手に選ばれた。彼の記録は2009年にダレンシャーパーに更新されるまで残った。この年プロボールでも、 史上唯一のパントブロックリターン TD を挙げている。2005年、足首の負傷で10試合しか出場できず37タックル、1インターセプトに終わったが2006年、60タックル、5インターセプトを挙げて、再びプロボールに選ばれた。2007年は39タックル、7インターセプトを挙げて、プロボールでも大記録となる2インターセプトを挙げた。 2008年11月23日のフィラデルフィアイーグルス戦では NFL 記録となる107ヤードのリターン TD を上げて自己記録の106ヤードを更新した。このインターセプトをした時彼が着ていたジャージはプロフットボール伝導入りしている。2009年のマイアミドルフィンズとの AFC ワイルドカードプレイオフではレギュラーシーズンでわずか7回しかインターセプトのないチャド。 ペニントンからにインターセプトを奪い 1TD を上げた。現在まで彼はポストシーズン7試合で7インターセプトを上げている。2008年には NFL トップの9インターセプトを上げ、オールプロの選出で唯一満票で選ばれた。2009年9月、彼はスポーティングニュースマガジンにより2000年代オールディケードチームに選ばれた。 2009年12月に電部と足の付け根の負傷により4試合欠場し、レギュラーシーズン最終戦に復帰した。そしてインディアナポリス・コルツとのディビジョナルプレイオフでは、ベートン・マニングのパスを2回キャッチした。しかし1回はリターン中に、相手 WR、ピエール・ガーソーンのヒットを受けて、ファンブル、もう1回は、チームメイトのコーリー・アイビーのパスインターフェアランスの、反則で、 インターセプトとはならなかった。オフに、伝部の手術を行い2010年シーズン開幕から6試合以上、欠場することとなった。その後チームに復帰した、彼は11月21日のカロライナパンサーズ戦で、通算50個目のインターセプトを達成した。12月26日に行われた、クリーブランドブラウンズ戦では、自身10度目となる、マルチインターセプトを、達成。 20から10の勝利に貢献し AFC 守備部門の週間 MVP に選ばれた。また開幕から6試合に欠場したもののプロボールの先発選手にも選ばれた。2011年シーズンもプロボールに選ばれたが、複数箇所に故障を抱えていることから出場を辞退している。2012年58タックル4インパーセプトを記録、チームは 第47回スーパーボールに進出し、サンフランシスコーティナイナーズを34から31で破り、優勝を果たした。彼が挙げている61インターセプトは、レイブンズ記録となっており、1試合のインターセプトリターンヤード記録となる150ヤードをマークしている。これまでに 13td を挙げている。パントブロック、パントリターン、ファンブルリターン。 インターセプトリターンで TDE を挙げたのは NFL 史上彼のみである。2013年3月、ヒューストンテキサンズと3年契約を結んだ。ボルチモアさんにファンへの謝意を示すとともに、今後も自身の財団がボルチモアで活動していくことを伝えた。この年開幕から制裁を書き、第9週のインディアナポリス・コルツ戦では2003年以来となるベンチスタートとなった。 11月12日にテキサンズから解雇された。7試合の出場でわずか16タックルに終わった。テキサンズから解雇された理由について、彼は11月14日にベイド・フィリップスディフェンスコーディネーターに原因があったと発言した。テキサンズから解雇された2日後の11月14日に、かつてレイブンズでディフェンスコーディネーターであったレックス・ライアンが、 ヘッドコーチのニューヨークジェッツと契約を結んだ。11月17日のバッファロービルズ戦で加入後初、出場した。12月8日の第14週、オークランドレーダース戦では、マット・マグロインからインターセプトを挙げた。2014年は、どのチームでもプレーをせず、翌2015年5月6日、現役引退を発表した。ありがとうございます。